氏康は間もなく戦国。みんなの力になりたい。行くっす。父上、待って。ったく。いな。よし。もはや助かる術はあるまいの。氏真のやつ、戦う気力をなくしやがる。さっさと助けに向かうぞ。もう今川は終わりだ。我らはこれより負けたに着くぞ。片付けねえと氏真の退路を確保できねえな。いいだろう。顔を言わするなよ。氏真さえ助けられりゃ十分だ。お父様は被害を最小に抑えて今川を救おうとしているのに。決めなこった。ありゃどっちにだ。私だってやります。天下に王道を敷くため今川にはここで滅んでもらうよ。武田勢が迫ってきたの。これでいよいよ終わりじゃの。あの鳥で匂う。急げ急げ。大国だった今川が鬼どもの食い物にされちまうからな。せめて今川の小僧くらい助けてやらねえと吉本の野郎も向かわれねえってもんだ。敵衆混沌に沈む。今武田と戦ってるってことは徳川に着くことにしたの。あのこういう場所で率直すぎる質問に。私だってやります。助かったの。もう誰かと思ったの。氏康王妃様、このご恩決して忘れは。ごちゃごちゃぐっちゃべってねえで、さっさと引きがれ。氏真様、お早く。敵は拙者が食い止めまする。あんなところに忍び。まだ内容してる野郎が嫌がったか。ま、分かってりゃ対処の仕様もあらあな。山頂にいる雪村も出しちゃおうかね。開門。畳みかけてきやがったか。
真田の小僧は山道に引きずり込んどけ。ついてやれ。
え記念聞かせてもらう。みんなのためなら戦い続けられる。親方様、お待ちくだされ。大将自ら出るなど危険ですぞ。エボン敵将、打ち取りました。耐えきれん、聞かせてもらう。生きて帰ってこられたの。氏真は鬼に食われずに済んだが、わざわざ来た甲斐があったってもんだ。お父様は鬼になる覚悟を決めながらも鬼にならないように戦っていたのね。敵の奇襲か。
ここは引くぞ。死なせねえで済んだか。さて、用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ、姫様、どうかしました？乱世を言い訳にしない。これがお父様の戦い方なのね。親方、だ